だからね、極端な保守系の人がね、期待してるね、立憲君主制っていうののね、限界が分かったでしょ。まあ、実演してみせたんですよ。実演してみ、見せてあげなよってね、言われてたから。だから実演してあげたんですけど、それでもね、このチェス、将棋、囲碁のね、ノリからはやっぱ逃れられへんなと。だから経済の方になったらね、そのトランプって日本で呼んでるような、そのプレイングカードゲームの様相が強いけどね、それはわかるでしょ。政治の方はね、そのプレイングカード、すなわち日本でいうトランプの要素って少ないね。政治はやっぱりね、囲碁、将棋、チェスの世界。でね、特に内政、国内政治はね、囲碁っぽいんですよ、囲碁。囲い込みゲームやからね。で、外交関係はね、将棋囲碁なんですよね。もちろん戦争もそうなんかもしれんけど、戦争はね、囲碁の部分も導入するよ。でしょ。兵站とかもそうですね。で、プレイングカード、トランプも関係ある、戦争の方。戦争ってどのゲームもね、動員制だから、ゲーム脳のことね、ゲーム思考回路のことね。で、チェス言ったら象がね、ポーンって飛んでいくでしょ、一気に。まるで内通したかのように相手の陣地でポーンっていけるでしょ、チェスの場合。女王が、クイーンが、まさにやりはったね、デヴィ夫人ね。あれ本当にチェスのクイーンの動きよね。さて、それはそれとしてね、限界がね、あるっちゅうのは、結局ね、まあ、アメリカもそうやけど、ドイツもそうやけどね、ヨーロッパね、の産業とね、で、中国もおるでしょ、で、ロシアもおるじゃない、プレイヤー。で、インドもおるし、東南アジアもおる。中米、南米もおる。そんなん考えたときにね、ちょっと中東のことちょっと置いといてね、そんなん考えたときに、あ、中東なんで置いとこうか。世界首都圏やから。どうせ両替経済でできんねん。今、金融禁止してるから、イスラム教以後。その金融禁止がなくなったら、要するにイスラム教をやめたら、ね、分からんけどね。もしあっこがもうイスラム教もうそろそろいいなってやめようぜってなったら、あっこ金融始めようね。そもそも金融帝国やんか、中東って。その弊害出まくったから、しばらく金融やめようぜって言っただけやから。イスラム教をやめたらみんなホッとするから、かな、逆やで、金融始めようね、また。だからちょっと置いとかなかんな、こでしょ。それ置いといて、何がね、打ち損なってはいないけどね、うちね、日本のね、有料中継に対して何回も打診してきよったやんか、ドイツもアメリカも。で、地銀かって。ね、打診してきよったんか。そんな全部不正だでしょ。それがあかんかったってわけじゃないけどね。その手はね、大したことないとは言えどね。その手が結構効くよね。でも効いてはいないねんけどね。効いたような気になるよね。それが効くタイプの心理構造、心理構造の人は、それがやたら効いてるように感じる。そういう手ってあんねん。実は大した手じゃないねん。大して効いてないねん、そんな手。何の意味もない手やねん。何の手かって言ったら、今言った、欧米が日本の有料中継について打診を重ねたっていう。まあ、ボディーブローでもないねん。当たってないねん。で、なんちゅうの、フェイクでもないっていうかね。ブラフよね、ただの。で、ブラフとこっち見抜けなかっただけ。あまりにも無意味な手やから。で、結局何のことか言うたらね、アメリカでね、自動車産業絶対復興させなあかんと、フォードまでもう政府に入っとるやろ。あ、連邦金融か。フォードのお嬢さん。アメリカ絶対自動車産業取り戻すつもりやねん。で、その時にね、日本でうまくいった看板方式、あれ導入しようね。当たり前やけど、そんなんね、日本のね、優良中堅たちもね、関係ある財閥系のメンバーもおる。
そういう町工場的なものがアメリカに売りに来ませんよねと、そのアメリカに部品輸出しませんよねってブラフや、ね、くだらんてでしょ、するわけないや、工場こっちに町工場、日本の町工場でアメリカ大陸に置きませんやんって置くわけないや、そんなとこ行きたくないじいさんたちやねんからね。だからブラック以上の何もんでもないやん。で、看板方式、おめおめ取られるわけ。取んなよ、言うても、それと自動車産業取んなよって言い返されるやんか。自動車好きのために車作ってたアメリカがね、そのスタイル、やおらせてるわけやんか。自動車好きじゃなくても、大丈夫なんかトヨタやってん、実は。自動車好き以外が勝ってて、それがトヨタのせいだったんですよ。今さら自動車好き言うてね、まだちっこい会社だった時のトヨタの話持ち出してもどうしようもないねん。そんなこと分からなくなってるんですか。